おんぶるるぎりたんですか？どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダーフトジーフジコルプ。え、何それは？いやまあ、これ知っちゃうとガチでやべえよね。ジパングといえば漫画原作クソ映画の名産地として有名じゃない？おまんじゅうの独断と偏見なのぜ。過去にも何本かこき下ろしたのぜ。概要欄にリンク貼っておくのぜ。で、そん中でもとりわけ、レジェンド級のクソ映画である、実写版進撃の巨人ってあるじゃないですか？上映が疲労でこき下ろされたせいで、監督がお顔真っ赤う、っていうテンプレして話題になった超大作クソ映画なのぜ。で、これって実はあながち監督だけのせいじゃないって感じがあるガチでやべえって恐怖体験がありまして、それについて解説します。ちなみに、映画とかアートとか漫画みたいなエンタメって、最終的には好みの話だから、うちらおまんじゅうはこの映画ガチできっつくてべねって思ったけど、全部独断と偏見なのぜ。で何がやべえって、この進撃の巨人の伊佐山壮がガチサイコパスだったせいで、町山智博っていう映画評論家の映画評論家ってキャリアにとどめを刺したって部分。この動画を見たら、ガチで磯山はじめってざっくり相当クラスのガチを最古芸術家だったって震えが止まらなくなるのぜ。今じゃ、町山智博はアメリカ大統領批評をしておまんまくっているんじゃないの？っていう感じなくらいのガチで映画評論家って職業にとどめを刺した感じだからね。ガチで、サイコパスに目をつけられるとキャリア終わるのぜ。怖いのぜ。というのは町山智博は、うちらおまんじゅうのこのチャンネルと同じ、安全地帯から溺れている犬に一方的に石を投げるお仕事をしていた人なわけ。それを映画評論というのぜ。で、映画評論家は主にクソ映画をこき下ろすことで、認知を高めておまんまを食べているんだけど、例えば、原作映画のカーボンコピーなんてクソだ、もっと映画は挑戦して創造性を発揮しろ、だったり、なんでこんなクソ映画を作るんだで散々こき下ろしていたとして、それが映画評論家のお仕事なのぜ。今後は、何を評論しても、え？あなた進撃の巨人作りましたよね？っていう特大ブーメランが降ってくるから、映画評論が一切できなくなっちゃうのぜ。できなくはないけど、少なくともキャリアの大部分を犠牲にして、映画を作らされたよね。え？作らされたのぜ？いや、そうなんだよね。ここに、一枚の謎の紙があるんだけど、これはとあるイベントで、進撃の巨人の原作者の伊佐山はじめが、あなたの初恋の人を書いてください。ってお題に対して、伊佐山はじめが書いた初恋の人で、もう、このエピソードからすでに魔王の片鱗が覗かせる、ガチでやべえやつだってわかります。ガチ勢じゃないですか、やだー、なのぜ。他の人がシータとか静香ちゃんとかを選んでいるのに、伊佐山はじめだけは別つのというか、横綱クラスの魔人っぷりだよね。何がやべえのかというと、まず、伊佐山はじめが実写映画化に対して、町山さんが脚本してくれなきゃ実写映画化許可しない、という赤紙が来るというエピソードからスタートします。で、町山さんは、自分は評論家なので脚本は書けない、と何度かお断りを入れたみたいなんだけど、根負けして脚本を書くことになり、やっべえ、世界的有名漫画だし、下手こいたら絶対カミソリレターものだよ、べえ。ここは無難に原作準拠で。町山先生、日頃すんげえ、映画にするにはこうした方がいいとか言ってましたのぜ。無難に原作なぞる映画を散々こき下ろしてましたよね。僕町山先生ガチ勢だからそう言ってたの知ってますのぜ。何無難に原作なぞっているのぜ。そういうのいいからなのぜ。原作者がいいって言ってるんだから、町山先生が思う最高に面白い映画の脚本を作るのぜ。役目でしょ、なのぜ。とまあそんな感じで、すべての逃げ道を封鎖された町山先生が作った、自身の映画評論というキャリアに終止符を打つべくして作られた大作クソ映画がこちらとなります。ガチでラジオで適当なこと言ってしまったことで、田舎でくすぶっていた怪物に火をつけてしまい、その怪物から無償の愛を注がれるという実は一大ホモスペクトル作品だったのぜ。本家よりも、本家に至る過程の方がいいよ恋よ発展倍面白いっていうね。ガチでこっちを映画化した方が面白いんじゃない？って思えるような。くそよくできたエピソードしてます。ホムーランクラスの大作なのぜ。じゃ、ここからは町山が作ったクソに詰めた脚本の映画のあらすじを解説していきます。この動画を見てる良いおまんじゅうのみんなはこんなクソ映画なんか見ないと思うから、ネタバレ全開でいきます。アーラー数字、100年以上前に発生した巨人の出現によって、人類は壁を作って壁の中での生活を余儀なくされました。100年間平和に暮らしていたので、内部の半グレの社会不適合者のエレン、日本人、は鬱憤が溜まっており、社会不適合者なので仕事も手につきません。今日も今日とて仲間の前で不発弾を蹴っ飛ばして、生きり散らすっていうモラトリアムにふけっているのでした。いやー、もうね、この動画をしたためるためにシン・ゴジラ以降、初めてジパングの映画見たんだけど、とにかくきつい。そもそもうちらおまんじゅうはジパングの映画があんこに合わないのぜ。ジパングの映画って、この映画のことを言ってるわけじゃなくて、とにかく、くどい、不必要なモラトリアムシーンが多い。役者が不自然に動きすぎって、オーバーリアクションすぎって、マジで見てられない、きっつい感じを改めてたしなめて、いやー、呈したもんだー、らっしゃい。
ってこいつらあんこ湧いてるんじゃないかって思いました。改めてジパング映画の凄まじさに感動したのぜ。この前半のモラトリアムシーンがガチできつかったし、これ以降もガンガンモラトリアムシーンが入ってきて、その度に休憩を挟まないと最後まで見れなかったのぜ。で、どうきつくてベネなのかというののサンプルとして最高なクロックタワーさんのイベントシーンがあるんだけど、おまんじゅうが味わった不快さがどんなもんなのか、手のシェアします。それでは、ご覧ください。なのぜ。なんだこのカメラ目線は。この芝居がかった動きね。このシーンの動きとか神ってるよね。ミンチよりひでえのぜ。どこでひでえるの。前半からこのきっついの出してくるんだよね。このシーン、ガチでクソ壮絶なのぜ。こいつはパネーのぜ。久しぶりだな、アリサ。このオーバーリアクションである。3年ぶりか。どういうつもり、こんなところから入ってきて。お前に渡すもんがあってさ。これこれ。おじいちゃんの部屋の鍵だわ。ママが持ってたのよ、これ。この詰め寄り方、マイナスいいよ、こういう発展芸術点。直視してられないくらい、いい演出なのぜ。ひどすぎるのぜ、辛いのぜ、この動き。これ、やばくない？これって、勲章ものですよ、なのぜ。とまぁ、こんな感じをガンガン間に挟みつつ、まだ、クリーンな体のピエールにエンカウントし、クリーンな体？あ、不運なのぜ。原作通り、大型巨人が出現して、壁に穴を開けて、なんやかんや巨人が現れて、で、サクッと調査兵団を結成して、この辺の流れはスムーズでベネだったのぜ。彼らは、爆弾を回収して、壊れた壁をボムファイア、することで、穴を塞ぎ、街を取り戻そうって流れが前半の流れとなります。で、なんやかんやあって、調査兵団は巨人と遭遇、絶体絶命のピンチの時、ついにあの超絶人気キャラ、おう、敷島隊長である、誰だよ、え、敷島隊長をご存じない？あの、ミカサを寝取ったことで有名な敷島隊長ですよ。まあ、そんな感じで、寝取られるミカサ、笑顔の敷島隊長、シングルマザーに乗り換えるエレン、思い切りがいいのは若さの特権なのぜ。絶滅するバカたち、寝取られるミカサ、で、巨人の能力に目覚めるエレン、とまあ、おおむね原作準拠なパート1です。で、こっからエンドオブザワールド、で、こっからがネタバレ編、なんで、エレンは巨人になれたのかというと、スマップ解散する前に、なんかでっけえことやりてえなぁ、俺もなぁ、じゃいっちょ、マリファナパーリーでもしましょうぜう。って感じで、お店に置いていない方の奥手裏をガン決めして魔改造されたからって設定。で、まあ、巨人は人類が科学の力って、すげえ。って感じて作ったんだけど、制御できなくなった元、人間って設定。で、調査兵団を作った理由は、マッチポンプで穴を開けて、エレンのような跳ねっ返りの分子を一斉消去しようぜ、ということだったとさ、デメたちデメたし。で、こいつが管理者側の、超大型巨人で、チーム敷島は、鎧の巨人で、既得権、ぶっ殺していぜ、って感じの音楽性の戦いって感じが、パート2の大まかなシナリオです。ネタ的には最後に残った爆弾を、壁の修復に使うか、中央政府をぶっ殺すために使うか、って感じのシナリオです。で、まあ、テンプレ通り鎧の巨人とバトル展開になって、ラスボスがご降臨なさって、パワーレンジャーよろしく、最後敷島が寝返って、不発弾使ってラスボスと一緒にボムファイア、してちゃんちゃん、って内容です。普通に、割と町山危機回避能力かないなって部分は、これ、原作が完結する前に、作られたやっつけの作品なんですが、リヴァイ兵長を使わないで敷島ってキャラを作った部分がガチでごいすう。リヴァイ兵長を出して、悪役にしていたら、戦犯ものだったのぜ。感想した感想ですが、クソ映画レベルで言うと、ハンガーゲーム最終章と同じくらいの出来栄えかな？うちらおまんじゅうが思うハリウッドのレジェンドクソ映画なのぜ。1と2がクソ面白い、楽さをたしなむ映画です。で、久々にジパングの映画見たけど、まず、この演出とかを見ていられる、これでいいって思っている奴らに、おまんじゅうたちは別の意味で敬意を称するのぜ。いや、マジで、5分ごとに休憩挟まないと、産地がゴリゴリ削られる感じで。改めて、ジパング映画の凄さを目の当たりにしたのぜ。これを現場で見てたり、編集してって産地が削られない鋼のハートを持つ、奴らはガチでごいすう。僕にはとてもできない、ぶっちゃけ、上官の出来が凄まじすぎて、オチを知ってても本当にきつすぎて、時計仕掛けのオレンジ、って映画で、サイコパスが、椅子に縛り付けられてひたすらスナックムービーかなんかを見せられるって、
ブレインウォッシュな有名なシーンがあるんですが、ガチでこの映画の情感は、拷問クラスできつすぎて、よくこんな映画作れたな。ってガチでクッソきつい映画でした。本当に、時間をドブに捨てる以上の贅沢な時間を味わえたのぜ。この映画って、ホラー映画っぽく作ってあって、これがガチでこの映画のダメな部分で、まあこれは原作を知らないって人で、ジパング映画耐性が高いヘッズなら、面白いって思うかもしれないんだけど、そうじゃない、原作知っているヘッズからするとガチでダメ。なんがダメって、ゾンビ映画って、パツキン、陽キャ、バカ、みたいなテンプレは全員が目をベラするって手におわができてるわけ。だから、見る側が安心してヘイトをためられるし、そいつらが画面をベラしたら、ざまう、ってカタルシスが解放されるわけ。ところがこの映画って、調査兵団がゾンビ映画におけるおバカ集団なんだけど、調査兵団っていうエリート集団だから噛み合わないわけ。ちょいちょい、ホラー映画リスペクトの自殺シーンとか、ババアインパクトを始めるなど、完全に原作ファン置いてけぼりのクソを煮詰めたような作品なのぜ。ここが、上映画批評の人が、頼むからこのバカたちを今すぐ殺してくれ。ってなっちゃうストレスの原因になっているのぜ。こいつら、戦場で大声で喋るわ、すぐモラトリアム始めるわと、クズをパージするってオチを知ってても、いやー見るのがきつかったっす。で、おまんじゅう的には、前後編分ける必要ないだろってくらい、モラトリアムシーンが多くて、さすがジパング映画っすって感じの出来栄えでした。ジパング映画は、気を抜くと、すぐにモラトリアムシーンを入れたがるのぜ。で、発想を逆転させて、この映画、伊佐山はじめを楽しませるだけに作ったクソ映画だとしたら、100点満点の出来だと思いました。というのは、おつやムードの試写会で一人だけキャッキャ、している奴がいて、誰だよってなったら伊佐山はじめだったらしいのぜ。この映画は、たった一人が楽しむために作ったラブレター作品だと考えると、すっごくよくできてて、アラブの王族がお誕生日プレゼントにプライベート映画を作るってノリで作られた映画だから、ぶっちゃけ伊佐山はじめ以外は楽しめないと思われる作りになっているから致し方なしなのぜ。むしろ、アラブの王族が作ったプライベート映画を見させてもらえるっていうね。そう考えると約3時間の暗黒ドブに捧げる価値はあるよね。最後に26世紀青年とかの B 級ネタを差し込んでくるとか、本当に、最初から最後までセンスのかけらのない、本当にセンスのない奴らがクソを煮詰めて作ったような出来栄えでよかったです。この映画ってサイコパスに目をつけられてしまった、哀れな映画評論家のキャリアに、終止符を打つ、その過程をキャッキャ楽しむっていう、本当の意味でのホラー映画なのぜ。何がホラーかって、自分の好きな作家を壊しに行っているってことが無自覚な部分ね。純然たる善意という名の悪意なのぜ。この映画の何が凄まじい、歴史に名を残すクソ映画かというと、大抵のクソ映画は、監督が原作レイプをするんだけど、この映画は作者が原作と脚本家のレイプをするっていうね、飛び抜けたクソ映画だという部分。この作品によって、ジパングの映画産業が、今後も作るべき方向性が見えた。そんな作品なのぜ。これよりも面白い映画は、そこら辺のハリウッド映画を見れば大抵見つかるから、うちらおまんじゅうみたいな、奴らでないなら見る必要なんて全くないんだけど、100年に1本の、凄まじい、自信を持って、おすすめできない、クソ映画だったのぜ。いやー、本当にいいものを体験させてもらいました。ラブ